キング&プリンスカウントダウン TV でハーフムーンムーブヒロー。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、昨日ゴールデンウィーク、みんな大好きなゴールデンウィーク最終日ですね、カウントダウン TV のスペシャルの方でキング&プリンスの2人が出てきたんですけども、その中で15枚目のシングルのハーフムーンとムーブっていう楽曲を披露したんですね。まあ、今日はですね、そちらの感想動画についてお話ししていきたいなって思います。まず感想の方に入る前にですね、ゴールデンウィーク最終日ってところで、このね、チャンネルを聞いてくださる方っていうのが結構大人の方、僕よりも年上の方が非常に多いので、皆さんゴールデンウィークを満喫して、明日から仕事かとか、また明日から平日いつも日常が戻るのかと思ってると思うんですけども、ただその中で、このジャニーズ問題とかいろいろあって、結構歌番組とかでもジャニーズって出にくくなってしまった時期ってあったじゃないですか。ただ今回のカウントダウン TV の方だったら、旧ジャニーズ、現スタートエンターテインメントからするとストーンズと A グループとキスマイとキンプリの4組が出れて、なんかその1年前ぐらいと比べて、旧ジャニーズ、現スタートエンターテインメントのタレントの人たちが出にくかった中で、出やすくなったっていうのは、やっぱりその事務所が変わって良かったなっていう部分はありますね。やっぱスペシャルで4組出れるって、この半年前とかね、ぐらいでは考えられなかったと思うんですよ。もうジャニーズダメだってなった中で、よくここまで取り戻せたなっていうのは嬉しいですね。で、早速本編に入っていきたいと思うんですけども、本編入る前に少しだけ概要を話させていただくと、キンプリとしての15枚目のシングル、ハーフムーンと、ムーブがキンプリのデビュー日5月23日に発売することが決定いたしました。キンプリの6周年っていうのを祝った中での楽曲になるんですけども、今回何がすごいって、このハーフムーンに関しては永瀬廉くんが主演ドラマをしている東京タワーの主題歌となっております。そしてムーブに関しては高橋海ちゃんがドラマをしている9号のドラマ主題歌になるんですけども、これ何がすごいってメンバー2人しか、今いないじゃないですか。6人か2人になって2人しかいない中で、このダブル A サイドシングルの両方の楽曲をそれぞれのメンバーのドラマの主題歌になるって、これ半端なくないですか。だって1曲15枚目のシングルでムーブとハーフム出しますってなって、それどちらも2人のドラマの仕事の主題歌ですってなったら、もうなんかこれ以上完成度の高い、これ以上完璧な形ってないんじゃないかっていうぐらい、おのおのの仕事でおのおののダブル A サイドを飾るっていうところ。もちろんね、スノーマンだったら最近のラブトリガーと We Will Go Together で、岩本照くんとショッピングドラマの主題歌っていうのもあるんですけども、このキンプリに関しては2人しかいない中で2人の仕事で15枚目を作るっていうところが、いやもうなんか完成しちゃってるなっていう。もちろんどんどん進化してって、カウントダウン TV の方でもどんどん新しい要素を見せていきたいっていう風に言ってたんで、どんどん進化はしていくんですけど、ある種完成されてしまってるなっていうのはちょっと思いましたね。逆にすごいなって意味なんですけど。で、早速パフォーマンスの方に入っていきたいなって思うんですけども、これムーブに関しては90年代のヒップホップを彷彿させるダンスナンバーってところで、カイちゃんがねめちゃくちゃ生き生き踊ってる。もちろんレン君のヒップホップ技術っていうのもどんどん上がってると思うんですけど、レン君どっちかって言ったらスタイリッシュな楽曲とか振り付けのが得意だと思うんですよ。もちろんそれでも2人の一番とかもあったんで、どんどんヒップホップの技術は磨いてってると思うんですけど、やっぱりヒップホップ、そして90年代っていう、このオールドファッションとかオールドスタイルみたいなヒップホップっていうのは、やっぱ平野くんとか高橋海ちゃんとかのようなタイプが最高に気持ちよく踊ってるなっていう印象はあるんですよね。やっぱり横乗りとかのリズムの乗り方がめちゃくちゃヒップホッパーだなと思うんですけども、このムーブの書き下ろしをした今津歩っていう方がいるんですけど、この人ってその LDH、EXILE グループ、EXILE の事務所の本当に期待の新星みたいな感じだったんですよ、当時。それが海外に渡って、事務所辞めて一人やってってるって感じなんですけど、なんかそういう風に最近ね、メンディーとかも9号のドラマに出てますし、なんか LDH とジャニーズとかがどんどん絡んでってるってのも個人的に嬉しいですよね。
この9号のね、あのスクラッチのトゥトゥトゥって始まって、2人で横乗りになって、カイちゃんがね、これなんていう帽子の種類かわかんないんですけども、なんかそういうマフラーみたいな帽子かぶって、レン君がバケハをかぶってるっていう、このねヒップホップのスタイルっていうのがめちゃくちゃいいなと思いますよね。でなんかこの、あの1番とまた違うヒップホップナンバー、1番とは違うラップの仕方、なんかリズムに乗りながらのラップをするっていう、まあその僕全然歌のことはわかんないんですけど、まだデタラメを話す目がローンと、このオンローンとかっていうところでも、このダンスのリズムも取れるっていう、なんかラップのこの口調癖っていうのと、このリズムのスクラッチの感じとかってマッチっていうのが、本当に昔のヒップホップ、僕が一番好きで聴いていたこの90年代のダンスの感じっていうのが、なんかもうたまんないんですよ。これダンスやってる人も普通に聴いちゃうと思うんですよね。そのキンプリだからとかじゃなくて、いい楽曲だなっていうところで、なんかそのムーブな赤さだ並べたルールはとかっていう、そのサビの部分があると思うんですけど、ここがなんかね、昔のスマップのパンク感みたいなところも感じられて、なんかジャニーズ要素もあるし、かといってもジャニーズじゃなかったゴリゴリのダンスナンバーヒップホップ昔の感じっていうのも、この今の令和の時代2024年に聞けるっていうのはまた新しいなと思いましたね。で次なんですけども、ハーフムーンですね、レン君のドラマの主題歌の方の、こちらは切なく抑えきれない思いを歌ったラブバラードってところで、なんか結構キンプリの時っていうのは彩りとかみたいな感じで、なんか明るいラブソング、ラビンユーとかみたいなのが多かったと思うんですね。でもちろんキンプリのね、この今の体制、二人になってからも何者とかもあったんですけど、最近だった愛し生きることとかもそうで、なんかそのちょっと闇というか、ちょっと暗い部分、暗闇の部分とか影みたいなのが見える大人テイストにだんだん変わってきてるな、キンプリもと思いますね。まあ、最年少だったカイちゃん、そしてレン君もそうなんですけど、もう言うて25になる年だと思うんですよ。というかもう25になってますし、もう四捨五入したら30歳になる年代、まあもちろんあと5年もあるんで全然若いんですけど、やっぱりその10代に近いっていうよりかは、もう30代に近くなってきた大人のキンプリってところで、なんかキンキのようなね、あのキンキって歌声が濡れているって言われていて、なんかそのジャニーズらしくない、結構そう大人テイストの楽曲が多かったんですけども、キンプリのこの2人も、まあ、そういった大人テイストの、もちろん明るいポップな楽曲も歌うと思うんですけど、大人テイストの楽曲とかも今後どんどん増えていくのかなって印象ありますよね。キンプリはもう2人しかいないんで、なかなかね、そのセットで歌うことっていうのがサビぐらいしかなくなっちゃったかなと思うんですけど、逆に言えば一人一人の歌唱力の高さもどんどん上がっていくと思いますし、あなたに届くといいなって、この独特のメロディー感っていうのも、これももうなんかジャニーズのラブソングっていう感じよりは、大人のラブソングをキング&プリンスっていうグループが歌ってますっていう感じの、ジャニーズが前面じゃなくて、このハーフムーンが前面出て、その後のキンプリが出てる感じがするんですよ。しかも最近ね、カイちゃん結構髪が長くなったりとかして、結構前髪にかかったりするんですよ。なんかそこら辺もすごく色気が出てきて、最年少のカイちゃんっていう感じよりは、なんかもう本当に色気が爆発した、なんかセクシーっていう言葉が本当に似合ってるのかなって感じはしますよね。なんで個人的には、もちろんレン君は結構ドラマのね仕事が多いんで、まあ映画とかもなかなかその役どころがあって、髪型をコロコロ変えることはできないと思うんですけど、なんか僕個人的には一回ぐらい、なんか結構襟足とかもバンと伸ばした、そのロン毛レン君とか、逆に超短髪レン君みたいな、なんか新しいレン君も見てみたいなって気がしますね。はい、今日はですね、キング&プリンスの2人がですね、カウントダウン TV の方でハーフムーンムーブのパフォーマンスにしたことについてお話させていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、キンプリの今回のパフォーマンスのことだったりとか、ドラマのいいところだったりとか、ぜひコメントで教えていただけたらなってに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズキンプリの話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなってに思います。辛い1週間が始まったけど、また頑張ろう。またね。